皆さん、こんにちは。健康の時間です。前日、春祭りは終わって、結構いろいろ皆さん、いい結果演舞したんですけど、実際しばらく、本教会の指導員コースのある人は、非常に一つの難病で、外も出らない、赤外線も、他のもいろいろの、大変苦しいの病気になりました。基本的に医療の方は解決の治すの薬もそういうの法案はもうない。でも本人は指導員コースは参加入ったらしっかりで一歩一歩地味で習って練習を。外出られないですから。だからずっとオンラインで。このオンライン練習、あるいは自分の練習の時に、体は多分非常に、そういうアレルギーの反応。このは普通のただアレルギーの体質じゃなくて、いろいろの病気も、そういうの反応より、練習も、初めての練習、逆に抵抗反応になりました。体腫れて、非常に大変な状態。でも本人一般的には、こういう状態になったら、大体やめる。実際私も知らなかった、こういうこと。でも本人はずっと練習を続けて、そういうの大変苦しいを超えて、地味で一歩一歩。普段オンラインで習おうは、実際普通教室直接より何倍ぐらいで、不便、大変、あれは疲れる、実際も事実です。そうすると本人よく練習して、こういう状態1年間半で、どんどんだんだん、病院に検査したら、完全に治りました。実際こういう実例は、少林寺機構の中に、特に本教会を教える内容の中に、たくさん実例ありました。今まで多少私の外気、遠隔とか、そういう話多いですけど、実際の練習は、難病はもちろん、たくさんはもちろん。でも、能力の開発とか、願望実現とか、そういうことも、いろいろは効果は出ました。この効果のより自分の人生の中に実際いろいろの役に立つ、あるいはすごく人生に仕事にいろの面ですごくうまく持ってきたというの実例もたくさんありました。だから今コロナはちょうど終わって、それぞれのものはもう普通の状態に戻る時期に、どういうふうに私たち自分自身いけるように、ぜひ少林寺機構は皆さんに役に立つように。